マッシュテイラー・パークは、アメリカ合衆国、テキサス州、ハリス・グン・スプリング出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB シカゴ・ホワイトソックス参加に所属。2009年の MLB ドラフト1巡目で、テキサス・レンジャーズから指名されたが、テキサス・クリスチャン大学に進学した。2011年の MLB ドラフト3巡目で、ワシントン・ナショナルズから指名され、 8月15日に契約を結んだ。2012年は参加の A 級ヘーガーズタウンサンズで3試合に登板し、0勝2敗、防御率5.87だった。11月12日に初めて40人枠入りを果たした。2013年は A 級ヘーガーズタウンで6試合に登板。1勝1敗の成績で7月に A 級ポトマックナショナルズに昇格。 この年は12試合に登板し、5勝3敗、防御率4.43だった。2014年3月13日に A 級ハリスバーグセネターズへ移動した。7月にトミー・ジョン手術を受けた。11月14日に一旦 FA となるが、17日にマイナー契約で再契約した。2015年11月18日に再び FA となった。 2015年12月15日にシカゴホワイトソックスとマイナー契約を結んだ。2016年の開幕は参カのトリプル A 級シャーロットナイツで迎え、5月13日にメジャー初昇格を果たし、25人枠入りした。20日のカンザスシティロイヤルズ戦でメジャーデビュー。この年は最終的に12試合に登板したが、 防御率5.5018.0イニングで12、支給と結果を残せなかった。オフの12月14日に、デレク・ホランドの加入に伴って、リーフとなり、21日に40人枠を外れる、形で、トリプル A 級シャーロットへ配属された。ありがとうございます。